相模原市長と市内の青少年活動に関わる皆さんが意見交換しました。1月26日、会場となった総合学習センターにボーイスカウト、コテキ連盟、シニアリーダーズクラブなどで指導している8名が集い、日頃の活動を通して感じていることについて市長と意見を交換しました。あるわけですから、やっぱり社会性生活を学ぶ場所としては非常にいい場所だなっていうものは感じました。充実感もそうですし、達成感も責任感も育つと思います。だけどその楽しかったことをぜひ伝えたいので、どんどん参加していただきたいと思います。これでは人数の減少やそういう意識の問題なんかが結構自分組織としても自分の中でもちょっと悩みといえば悩みになってます。やっぱり若い人が入ってきてくれてないっていうのが実情なんですよ。ですからやっぱり PR が足んないのかなっていうところはあるんですね。やはり皆さんの団体に子どもさんが参加することによって、本当に人間形成をしていく上で大切なことを体験できるわけですから、一つそれぞれの仕事を誇りを持ってぜひやって、これからもやっていただきたい。一口にこう PR という、今年4月から学校では完全週5日制が導入されます。子どもたちを健やかに育てるため、学校、地域、家庭の連携とともに青少年活動が果たす役割が注目されています。冬の日差しの中、キャンバスにはひまわりが咲いています。描いているのは高根沢俊吾さん、66歳です。高根沢さんは23歳の時、事故で全身麻痺になりました。たくさんの人との出会いを楽しみながら大好きな絵を描き続ける高根沢さんを訪ねました。高根沢さんが暮らしているのは相模原市総南です。高根沢さんは17年前に奥さんを亡くし、現在は身の回りの手伝いをしてくれる妹の愛子さんと2人で暮らしています。はい、OKOK 足りる？はい、うん、高さはなんか大変そうに書いてなかった。大丈夫、ちょうどいいと思う。もうちょっと俺の方に少し押してもいいかな。どっち？少し俺の方に。これよ。はい、あ、これよね。少しな、来ないね。でもね、ここはあ、来た来た来たよ。その前でいい？あと大丈夫、大丈夫だ。昭和34年、高根沢さんは仕事で大型クレーンを操作中、事故に巻き込まれ頸椎を損傷、全身麻痺となり寝たきりの生活になりました。11年間にも及ぶ入院生活の中で、高根沢さんは絵を描く楽しさを知りました。最初は字を書くことが自分の目標だったんですよね。まあ3年か4年ぐらいかかりましたね。でやっと描けるようになったので、じゃあドクター主治医の顔でも描いてみようかなと思って描いたら、だんだん似てくるようになりましてね。でこれならじゃあだんだん他の絵の具を使っても描けるようになるんじゃないかなと思って、色鉛筆が3年ぐらいやりましたね。その後に水彩画に始めたんですよ。独学で絵を学んだ高根沢さんは昭和41年から
世界身体障害芸術家協会に所属し、協会が発行している絵はがきやテレホンカードなどの原画を描いています。これらを買い求めた世界各地の人からたくさんの手紙も届きます。絵はがきの写真に思いを巡らせ、絵の参考にすることもしばしばあります。高根沢さんは毎日午前11時ごろから午後5時ごろまで休むことなく描きます。およそ1ヶ月かけて一つの作品を仕上げます。今回ひまわりさ、ひまわりなんで描こうと思ったの？ひまわりだからね、ぐるっとし3回ぐらいの日が回ってかないと。ぐるんぐるん。そうだね。いいね、でもひまわりは。だけど、ただ、まだ強弱つけないとね。もうちょっと上手に描いてくれって言ってるかもしれない。ちょっと元気がないじゃねえか。高根沢さんは芸術家協会で使われる作品の他にも数多くの絵を精力的に描いています。高根沢さんはこれらの作品を絵画展に出展したり、毎年ふるさとで開催される個展で発表したりしています。相模原市内の施設や学校などには高根沢さんがプレゼントした作品が飾られています。皆さんの協力やね、ご支援があるからこういう楽しい人生を送れるんだと思うんですよ。ですからそれには少しでも自分もお答えしなきゃいけないからね、なんかこう皆さんにいつも見ていただいて、まあ少しの時間でも安らぎを感じていただければね、少しは恩返しになっているかどうかなと思って、まあやるだけはやってるんですけどね。昨年は自宅の近くにあるクヌギ台小学校の生徒たちとの出会いもありました。だけどもただ見てずっとこういるだけでは、体育館で油絵の実演をしながら子どもたちと楽しい時間を過ごしました。
金沢さん、はい、ってこれ前あの5、6年生の前ね前の方がこれくれたんだよね、なんかみんな可愛い、ね、この時の思い出を綴った手紙が生徒たちから届きました。ちょっと何人か読んでやろうかね。これは鈴木光太くんからだね。僕は案内を見たのは初めてです。僕はいつか大人になったら絵をうまくなっておじさんみたいになりたいです。今日は本当にありがとうございました。おじさん頑張ってくださいって感じね。頑張ってください。頑張んなきゃいけない、頑張んなきゃいけないな、ね、うん、れ誰だ、原田純くんっていう子かな。純くんか、僕は犬が大好きです。おじちゃんは猫の作品が多かったけど今日は犬を描いていましたね。本当に絵を見て僕はすごいな、この絵全部欲しいなと思いましたからね。ちょっと困っちゃうかな。おじちゃんこれからもずっと絵を描き続けてね。そしていろいろな人に希望や夢を与えてあげてください。子供に会うとなんか自分も子供に帰ったような感じがしてね、スイッチ押しに乗っちゃって調子があったんですよね、子供の頃の思い出して。だからまあなんとなく、ね、うん、励まされちゃう、子供に励まされちゃうっていうのは、胸にジーンとくるね、やっぱり。この子はね、女の子だよね。いい？この日の午後、高根沢さんと愛子さんは子供たちからの手紙を何度も読み返していました。運動量の少ない高根沢さんの食事は朝と夜の2回。辛いリハビリを乗り越えた結果、わずかに感覚が残る肩の筋肉を利用して自分の力で食べることができます。自分で好きなものをこうおかず食べたい時におかずが口に入ってくれば一番いいんだけど、食べてもらう時にはそういかないんですね。朝食の後キャンバスに向かう高根沢さん、完成までもう少しです。最後に次の作品について聞いてみました。これはですね、私はもうちょっと大きい絵を描きたいんですよ。今15までしか描いてないんですよ。で、私の同僚たちは50号だ100号だって書いてる方がいるんです、いっぱいね。これからそれをまず目標にやってみたいとは思ってんです。高根沢さんと妹の愛子さん、ひまわりのように明るいこの部屋から太陽に向かって輝く絵がまた一枚完成します。